ストレートエニアグラム二等辺の友人はです、P、隊長です。隊長でございます、はい、今日は、成長するためにできることシリーズでございまして、今日はタイプ5、タイプ5、カレンウェブさんの9つの性格タイプが分かるからなんですけども、このタイプ5、内気で知性的、集中力があり物静か、客観的で感情的にならない、博学だが情が薄くうぬぼれが強い、恐れを感じた時に怖がるよりもその対象から距離を置く、心の中を分析することに長けていて、情報中毒人間と自称することもある、事実や世の中のシステムを理解することが好きで、世界中でもわずかな人間しか理解していない秘技に興味を持ったり研究したりすること人もいる、なんて書かれています。ニヤニヤが止まらないすごい心当たりのある人がいました、ね、あ、なるほど、このタイプ5、人と付き合うことを避けてプライバシーを大事にしている、なので、まあ、このこんな社会ね、あのコミュニケーションが大事なんて言われる社会ではちょっと生きづらいかもしれない、そうですね、ただまあそんなことも上の方で見ながら冷静にって見てるかもしれない、まあ、コミュニケーションという部分では自分自身も思ってるんじゃないかなとは思います。あ、苦手ですって苦手です、はい、で統合の方向がタイプ8、人に向かう、人にどんどん向かっていって、自分が蓄えた知識を与える、ただそれにはコミュニケーションが必須なんでストレスがたまるっていうタイプのお疲れなんでしょうけども、まあ、成長するために心がけることとして挙げられているのが以下のものですと、タイプ5が成長するために心がけること、1、意識が体から離れていかないようにしなさい、体を鍛えるといいでしょう、1、ゲシュタルトセラピーやエニアグラムのワークショップのような自分をありのままにさらけ出すのを手助けしてくれるグループに参加しなさい、1、何かを体験しているとき、その都度実感や感情を味わいなさい、1、楽しいと感じたときの気持ちを大切にしなさい、感情は辛く苦しいものばかりではないのだから、1、瞑想するならあなたを見つめているあなたがいる状態と超越して心の中に第三者がいない状態を経験しなさい、1、あなたの心が感情を切り離していること、心の中にコンパートメント小部屋を作って生活を区切っていること、秘密主義と優越感が他人との距離を作っていることを認めなさい、1、行き当たりばったりの行動をとってみなさい、特に贅沢な気分にさせてくれるようなことをしてみなさい、1、人と交わることに価値があると思っているふりをしなさい、1、あなたが収集家なら新しいコレクションを始めたいという気持ちを抑えなさい、そして物を集めること以外に楽しみを見つけなさい、1、あなたが空間と時間とエネルギーを自分でコントロールしているとき、これだけしか与えないとか今は与える時間じゃないなどとケチに考えて人の気持ちをもてあそんでいる自分に目を向けなさい、1、引っ込んでばかりいると人は一層あなたの心に踏み込んでくる、あなたの立場をはっきりと伝えなさい、1、あなたのことを人に分かってもらえるように努力しなさい、あなたが何者であるかだけではなく何をしているかも知ってもらいなさい、タイプ5、私のタイプ6なので隣り合っていて、まあウイングで多少持っているのかなっていうところと、自分がタイプ6になったことがあるなったことがあるというかタイプ5にタイプ、あ、自分がタイプ5になったことがあるため、ちょっとなんか、まあ、同じ思考タイプっていうのもあるので、なんとなく
ピンとくるところもありながら、この瞑想するなら、あなたを見つめているあなたがいる状態と超越して心の中に第三者がいない状態、要は2つやっぱりどこか上の方で、自分自身も上の方から俯瞰してるって言いますからね、五の人は。それを一回やめると、私もなんで瞑想が苦手、常になんかその頭の中でぐる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 っていうのを一回やめるといいよっていう、やっぱりこの思考タイプ、未来に時間軸があって常に不安を感じているっていうのを一回なくすといい、瞑想のことが、6の時も瞑想ってありますもんね。6は瞑想ありますね、はい、だそういうのが多分いいんですよ、きっと。で同じく、タイプ4の時にも出てきた、この、有利タイプだからなんですかね、体を鍛えること、体を動かすことを、要はその意識から離れないようにっていうので、体を鍛えるといいよっていうのをよく挙げられている。で、まあ多分、いくつか小部屋があって、そのいろんな部屋に入って、人と近づかないようにしているっていうのは、その人から離れれば離れるほど人が入ってこようとするから、ある程度自分を開示してくれないと人は入ってくるよと、多分この9つのタイプの中で一番自分に目が向いて一番引っ込んでるタイプだと思うんですよね、タイプ5って、だからこう一番秘密主義者だけど、秘密主義にすればするほどみんなが気になって入ってくる、入ってこようとする、はい、なんで引っ込んでばかりずに、まずははっきり自分がやってることとか、立場とか知ってもらえと、そうするとまあその統合の方向に近づくよっていう話ですね、で、あなたが持っている知識を使うことができるっていう、溜め込んでますからね、はい、で、これは役に立つものだからと、いやあなたはタイプ5の人は基本、あまり自信がない、自信がないというか、完璧になるまで出したくない、アホだって思われたくないみたいな、そんなわけないじゃないですかって話ですよね、なんかちょっと間違ったことを言ってはいけないみたいな、はい、自分は賢くないと生きていけないみたいなことを思ってるんで、はい、なんだ間違ってんじゃんって思われたくないから、中途半端な状態では絶対出せないみたいな。でもそれでも周りのタイプ化すると十分練り込んだものなんですよね、練り込んだもので、まあなんか確実に確証がないいるって話じゃないですか。確証は出るんですか。で、出ないものも多いじゃないですか、そうすると出さないって話じゃないですか。ていうかまあね、時間がある以上確証があるものなんて、まあその時点での確証はあるんでしょうけども、未来のことは分かりませんよ、そう。だからずっと探ってる、ずっと研究してるみたいな、終わりなく。あ、でそれを出しましょうって、出しましょうって、まあ、世の中の役に立てた方が、まあ、いろいろ認められるしみたいな、はい、こう自分が溜め込んだものを出したら損するって思ってるんですよね、はい、この人。なるほど。自分が苦労して出したの、こう学んだこと、経験したとか、勉強したこととか、をこう簡単にこう出してなるものかみたいな。なるほど。その辺こうどれぐらい出すかをコントロールしてるみたいなところですよね。あとちょっと面白かったのが、その人と交わることに価値があると思っているふりをしなさい。ふりはしない。いやもうふりでいいんだと。もうまずはふりからいけっていう。まあそのタイプ5の人が自分自身で納得してなくても、もうふりでもいいから輪の中に入って話をしてくれれば。そうもうその知識も生かすことができるし、周りも認めてくれるし、でも感謝もされるし、感謝もされるしっていうことですよね、それがこの統合に向かった時のタイプ8の姿、タイプ8のいい面、いい面ですね、はい、もう振りでいいと、もう振りでいいからやれっていう、はい、もう上の方から見ながらもう動かしてく、ラジコンで動かしてくださいと、自分自身を、自分自身を人の上いるところへビューって行って話、離れていてもいいですと
振りでいいからと、うんうんうん、なんでその基本自分が得意な分野ではお話をしたり、いや有利タイプでも積極的にわーって話をするタイプですよね、タイプ5って得意分野では、得意分野、例えばまあ僕の友人のタイプ5の人とかだと、はい、普段はおとなしい、はい、でおとなしいんだけど、おとなしくて自分からこうわーって話してくることはないけど、はい、そういえばあれってっていうふうにこっちが話を振ると得意分野のこと、得意分野のこと、はい、そうするともう話が止まらないみたいな、なるほど、あれはですねみたいな、ずっとあもう何時間でも喋ってられるみたいな。あとやっぱり、うん、そんだけ情報があるなら、うんうん、そうそう振りでもいいから、うん、来てくれと、うんうんうん、世界はあなたの知恵を求めていますっていうことですよね。求めています。そう。でも自分がまだ完璧ではないと思っても十分役に立つっていう話ですよね、うん、ゲシュタルトなんとかって何ですかね。ゲシュタルトセラピーちょっとゲシュタルトセラピー調べてみましょうかゲシュタルト崩壊しか知らないです。ちなみに、うん、ゲシュタルトセラピー、うん、ゲシュタルト療法とは、うん、未完結な問題や悩みに対して、うん、再体験を通しての今ここで気づきを得る心理療法ですと、うんうんうん、要は過去にあったことを傷ついたっていうことを再体験してみて、うんうん、新しい価値観とかを得ることで、あ、大したことなかったんだみたいな話なんですかね。まあ、なんか自分を見つめ直す的な。そうですね、うん、タイプ5の人は、うん、感情がないなくはない、感情はあまりない、感情的ではないですよね。感情が邪魔だと思ってるんですよね。はい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 。物事を合理的に解決していくためには感情が邪魔だと思ってるんで、多分感情を封印してるんじゃないですか。ああ、なるほど。あるいは、うん、そこに本当の自分がいるかもしれないのに、それは、うん、その知識知恵を蓄えるのに邪魔だと思えば、それを隠しちゃう、隠して排除してこうもう全て合理的に、なるほど、で合理的にやるのが一番効率がいいし一番いいことなんだと思ってで思い込んでいる、うん、はい。ただ、まあ、全てはバランスですし、そうですね。なんでそういうのを思い出す、うん、でそういうのをさらけ出すグループに参加するのがいいよっていうのは、うん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 、あと、まあエニアグラムのワークショップもそうですよね。そうですね。同じエニアグラムのタイプっていうのを理解している人がいる中に行くと、なんか自分のことが出せたりするっていうのは、この動画を通じて自分が感じていることです。あのちょっと自分の感情を棚に上げて、自分の感情を棚に上げて、自分の悪いところを棚に上げて話すことができるのはいいことかなと思います。で後で見つめ直して反省して手放す手放す、はい、うん、っていうタイプ5向けの、はい、ワークでした、はい、いかがでしょうか。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました、はい。